もショータイムゴルフです。いきます。後半10番、482ヤードロング。翔さん、マンカブリめっちゃスライスしたね、風で。お願いします。はい、202のアゲンスト、4番。めっちゃいい球。ナイスオン。でかい。残念。めっちゃいい球だったのにね。残念。いい球だったのにな。195の5番アイアンで。バーディー欲しいな。ちょっとノーバーディーだもん。うん、これが次バットしなきゃ。ワンなんだよ。知ってるから。次バット3回した。伊藤君はバンカーに入れます。ピンはこっちです。やべやべやべ、止まれ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 。止まった。なるほどね。下ってんだ。手前から奥に。それは止まんねえわ。そっちからの方が寄るよ。だって右に行ったらさ、やばいって。いいじゃん、左で。まあまあ。ナイス。ナイスです。ナイスです。はい。バディパット、スネークライン。痛い。痛かったよ、今。結局後半もそのパターでやるのね。散々文句垂れて。スライスっすね。おい、ナイスバディ。ナイスバディ。ナイスバディ。こっから怒涛のバーディーらしか。こっから怒涛のバーディーらしか。そうっすね。取れ高的に。取れ高的に。取れ高気にする。取れ高気にします、この男。気にするよ。ナイスバーディー。やっぱ入るわ。これね。やっぱ入るらしい。言うことが二点三点しすぎる男です。入りますよね。BJJ出たことある？あるよ。あるんだ。うん、3回だけ。予選会通るんだよ、毎回。どうしたの？うん、すごいじゃん。AJGA のさ、なんか試合あるじゃん。行くじゃん、みんなで。なんか予選通ったやつだけ残って、通んなかったら帰るみたいなんじゃん。ある。
あれ3回とも行って、てんちゃんと俺だけ予選通る。あ、そうなの。だいたい大ちゃんとかは1打差とかで落ちて帰る。前回はなんかね、予選会の時ね、調子悪いんだよ、いつも調子悪いんだけど、パターがね、パンって適当に打ったのコトン入ったりとかして。前回でもきついよ。前回きつい。7号以上は絶対取らないね、基本。1回だけだもんね。え、落ちたの。あ、そうなんですか。レイジジン大体本戦出てビリから3番目ぐらいで勝負してた俺。でてんちゃんは大体頑張って行って、うん、どうなんだ、10位前後で頑張ってくる。そう、朝早いスタート。日本の JJGA のアメリカ版ね。レベル高いだもん。高いね。アメリカでゴルフしたいね。したい。ショータイムゴルフ稼いでアメリカ行こうよ。アメリカ行きたいよ。俺行 行くもん。夏行く。行くの。どこ行くの。どこ行くの。え、友達のとこ行って、友達泊まりたい。ああ、いいね。あと、US オープンさ、うん、予選会。予選会行く。俺は行く。いつだっけ。5月ぐらいじゃん。俺も行ってこようかな。一緒行く。ただ寝た。一緒に行く。いいよ。めっちゃ考えとこう、マジで。そうだよね、US オープン出れるもんね。動画も撮れるし、普通に出れるよね、うん、エントリーだけすればいいんだもんね、うん、プロじゃなくてもいいのか。出よう。一応日本のプロとして行くの。そうだよ。出れるのかな、まず調べて知りたいと思います。157ヤードパー3。本当にフォロー。フォローでしょ。はい、9番で。左だよ。落ちた。左落ちた。全然届いてねえじゃん。手前？8番。あらら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 。ピンはここ。2打目バンカーショット。うまいんでね。うん、うまい。また難しいショットサイドにばっかり外してるよね、ショットさん今日。ノースピン。まあ、オッケー、大丈夫、しょうがない。ホース。なんだ、外すんだ。フックじゃないの。フック。はい、ナイスボギー。残念でした。でってれれ、しょうがない。でれれれれ、ぬよ359。うん、ナイス。はい。左は入るの。え、左も右もダメよ。無理じゃん。
バンカーかな。残念。そういう時はなんていうんですか。残念。違う。疲れるんだよ。言うと？編集がね。編集がね。我慢したのね。それ我慢してるんですよ。はい、ショート尾崎2打目バンカーから8番、うん、なるかな。いい球だ。うまっ。神かよ。ナイスショー。めっちゃ綺麗なフェードだったよ。スーパーショットって今ねちょっと惚れる球だった。惚れた。ショーさんに惚れてないけど球に惚れた。伊藤君に惚れられた。惚れる球だったうまかったよ。うますぎた。4%ね。121ヤード。121.4%。これもいい。お、うそ、手前？え、手前？手前だ。めっちゃいい球あったのに今。ショックでかいわ、ね。怒られるよ、うるさいから。え？何？うるさいよ。逆に言ったら、もう質問したいわ。あなたたちはそんなに静かにゴルフをやるんですか？そんな静かにゴルフって楽しいですか？って言ってみたいわ。目が近くて見えたわ。ありがとうございます。めっちゃいい球あったじゃん今ね。シーン食ったよ。あ、そう。ちょっと抑えたんだよ。なんで抑えちゃったの。え、ちょっとこんなんやったらちょっとでかいクラブだはずなの。ああ、ちょっと飛んでない。あ、しょうがないよ。121ヤードだって48度でさ、うん、飛ばないっておかしくない。おかしい。めっちゃいいのあったのにピン続いてたじゃん。バーディーまであると思ったのに。あ、結構ギリギリやんピンが。なんか落ちてる。あー、後半ダメだね。ライが悪いっす。止まんない。めっちゃうまかったよ。バカやったね。スライスなのこれ。スライスだと思う。5メートル。お、めっちゃ切れるじゃん。オッケースパイクマーク直してんでしょ。いいんだよ今年からってことはさ、ライン踏まなくていいっていう、あの変なよくわかんないの踏んでいいってことだよ。いや、でも直すのめんどくせえじゃん。そんなルールないって。スライスだよねこれね。珍しくグローブしたまま打つのね。寒いじゃん。え、切れんのかよ。はい、ナイスパー。はい、残念。ナイスパー。難しいっしょ、グリーン。グリーン難しいね。難しいね。はい、しょうがない、しょうがない。俺からしてみれば、打った後にあーとかうーとか言ってるおじさんたちの方がうるさいと思う。だそうです。物申したいっすか。いろいろ物申したい。じゃああなたは打ってミスした時にコメントしないんですか、自分のに。
アマチュアのおじさんたちするじゃん、よく。あー、ダフったー、あー、トップしたー、どこ行った球ーとか言ってやってんじゃねえかよ。うん、その人たちに比べたら静かだわ。とも曲がんねえし。大ピッた時にあーって言って何が悪いの。うん、思わない。ボボートソンだって、あーっつってやってんじゃん。うん、みんな。普通だわ。人間の心理として普通だわ。この動画がいいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまたの機会に。ではまたの動画で。またね。バイバイ。